ブレ見慣れた景色を蹴り出して世界が逆に回転する日常を飛び越えやーって待てどうだっけ最後のガラス何回ぶち破るどこに向かっても感じている隣り合わせの影夢中で追いかけてくけど理想に届かない妹の相談が内側で駆け巡りいつか恐怖へと変わる押し寄せてく不安がまた苦痛を生み出して逃げたいほど辛い時も決して一人じゃない。アンティークカフェでした。